のブレイキングオタク、リョウです。今回ですけども、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。第5回ブレイキングダウン伊原虚言事件のことを、ブレイキングダウン史を語る上で欠かせない事件ですが、ここへ来てさらなる真実が明かされたのでご紹介したいと思います。ブレイキングダウン、まず第5回ブレイキングダウン伊原虚言事件を振り返りましょう。あのいじめたいじめてないの有名なシーンの後に、伊原くんが国分くんを絡めたブレイキングダウン暴露動画を投稿し、国分くんは運営が用意した、国分くんは話を持っていると供述。その後国分くんも操られながらも胸ぐらつかまれたのは間違いないと供述し、伊原選手から300万払うよう脅されている DM を公開しました。この件は大炎上したものの、ミクルの兄貴が本人たちを呼んで解決のはずだったんですが、この時に登場した正義イスニキが嘘をついていたことがここへ来て発覚しました。なんと先日イスニキが急に自分のチャンネルを開設して、ミクロの兄貴の動画で言ったことは全て嘘だったとイスニキ本人から明かされました。あの時イスニキはオーディションの日に伊原くんと話したことがあり、伊原くんは事前に国分くんを認知していた、昔いじめてた子だからわかると言っていたと話していたのですが、まあ、それは全て嘘だったということに加え、嘘をついたのはミクルの兄貴が好きで会いたかったから、伊原くん本人にはもう直接謝っているとおっしゃっていました。当時はリアルを伝えたくて、本場のことをただ言いたくてここに来ましたとか言っていたので、これとんでもないペテン師でしたね。中には虚言イスニキの嘘を見抜いてる人もいました。いかがだったでしょうか。正義イスニキから虚言イスニキへと昇華した彼ですが、こんな重大な動画のサムネが生き顔なのがちょっと心配になりますね。これ生きにきの今後の活躍に期待です。この動画が良かったという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。